という今シーズンの森本です。早いカウントで変化球を使ってきました。三塁線はフェアです。三塁ランナー、そしてセカンドランナーも三塁を回ります。打った中川圭太、二塁を回ったところでストップ。レフト線はファースト。だからこれを落とそう、これを落とそうというよりかは結果どういうふうに考えることで体の動きや連打の成績残しておかないとまたね、顔向いてしまいますので、ね、こういう打席って本当に大事になってきますね。さあ、ワンアウトランナー一塁です。これは打ち上げましたが、ただ距離は出てますか、どうですか。レフト今川が見送っているか。エレス、取っています。遠赤まで取りました。レフトへの強い打球になっているのはライナーで、エレス、どうだ、ファウルです。レフトポールの左横、ファウルボール。はい、フォームを参考にした選手もいらっしゃったと。はいはい、何で知ってんすか。ですね、すみません、球団からコメントを使っていただいたときに、はい、はい、そうですね、そうですね、はい、宇佐美選手をちょっとイメージしたらホームラン打てたんで、ありがとうございます。宇佐美選手、ありがとうございます。また今日球場には活躍を見せたいお客さんもいらっしゃってるということで、お子さんもいらっしゃってるんですよね。そうですね、娘と息子たちが来たんで、はい、明日から学校頑張ってくださいという気持ちで打ちました。はい、ここからで強い打球、エンスダイレクトキャッチ、ここはタフでした。さあ、これで2アウト2ラン、栗山の3点目のタイムリーヒットが、ね、大きく何か効いています。この先は2点目のタイムリー、失礼、先制のタイムリーですね。この後栗山の内野ゴロの間に2点目ですから、栗山今日2打点となっています。さあ、でエンスも、